はい、こんにちは。ということでね、爽やか寄ってました。およそ 200m 先、はい、中戸通りは右方向です。はい、今回実は次の信号は右方向です。はい、今日はね、いつもと違ってね、赤羽スタートじゃないですね、撮影がね。右方向です。5月26日に大阪、和歌山かのバトルランドワンさんというところで弥生サバゲーというのがあります。でそこに、どうしても来いと招集がかかったんでね、行くんですね。行って安売りと駆除やれという指令が出ましたんで、しぶしぶ向かっております。今で今日は金曜日ですね。せっかく行くんで、ちょっとこことかハードだったんでね、旅がね、今回のんびり行こうということで、今日はこれから岡崎でね、まずね、行きます。時間的にそうだね、ベースエクスチェンジさんに寄れるかどうかわかんないですけど、寄れたら寄ってみたいと思います。でね、今爽やか食べてました。およそ1キロ先左方向です。やっぱりね、美味しい。今日はげんこつハンバーグと農園サラダね、そこら辺取ってないですけど食べてましたね。はい、非常に横の人も美味しかったと今うなずいております。そんな感じ。じゃあこれから岡崎に行きます。はい。さあ岡崎入りました。そしてですね、あれ見えます？特捜最前線。特捜最前線っていう昔ね、ドラマがあったんですよ、刑事ドラマ。まあ太陽にほえろっていうのが一番有名なんですけど、太陽にほえろが日テレ、そしてテレビ朝日の、刑事部のが特捜最前線。この特捜最前線っていうのがね、結構好きだったんですね。なんかね、なんか渋いんだよね、非常にね。いつもここ通るたびに、次こそ撮ろうと思ってたんだけど、いつも忘れちゃうんだよね。ですね、この特捜最前線って、これ掃除屋さんなんですけど、まあ最近の人が見ても何が何だか分かんないと思うんですけどね、まあ私ぐらいの年代の人はこの看板を見るとクスッと笑ってしまうと。以上。さあ、BX さんにね、行っておりました。まあ特にないってわけじゃないですけどね。もうね、出づらいんですよ。あ、譲ってくれた、ありがたい。よいしょ、久しぶりにね。ついあれなんだよな、語りかけちゃうから。いや、平さんと会いましたね。はい、じゃあカメラで、うん。じゃあこれからね、 AB ホテルに行きましょうね。さあ早く飲みましょう。はい、では乾杯。ありがとう。やばい、今度俺のが取れない。やばい。やばい。あ、すいません、やばい、ミスったこれ。毎度おなじみ岡崎 AB ホテルです。さあ今日は何の日でしょう。今日は5月25日土曜日です。広辞苑記念日です。広辞苑記念日です。残ってっかな。さあ今日これからね、大阪に行きます。大阪、これかな。
はどこだ、これじゃないな、心斎橋、これっぽいな。さあ皿終わりね、行きますよ。到着予定時間1時200キロです。じゃあ行きましょう。まもなく今お姉さん立ってる場所まで3回あったところです。ドマンマンはクリーンコーナーの場所に当たると一発で交換する。あ、なるほどね。腕が反応する、はい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 、ちょっと2人になくなってるんで、それを見ます。全部説明がして、はい、そうしましたね。じゃあ今から打ちます。これで打つと、あの赤いやつを狙って打つと当たると割れるのね。そうです。そう、あ、すいません。いや、おもろい。すごいね、これどこのやつなんですか。あ、丸いです。あ、これ丸いなの。へぇ、一番硬くて耐えちゃいます。そうよね。なんで面に当たるような面粉の当たりはしてこうです。そうです、やってみてください。はい、あとは一番と一緒です。ナンバーと一緒です。じゃあまずちょっと練習で何も書いてないやつ終わります。いや怖えな、やっぱ。おーい、あ、分かった分かった、大丈夫大丈夫で、あ、いっちゃった。じゃあ今度ね、はい、赤羽公式だからね、これ書いたことを割ると願いが叶うらしいんで、200の200の 10X 割ります。いくぞ。はい、割れた。そして APS カップ本大会優勝いきます。優勝。はい、分かった分かった、大体コツ分かった。いや面白いねこれね。ありがとうございます。いや、あ、ちょっと下行っちゃうね、たまに。これでかいのも割れるの？これでかいの？はい、あ、いいです。これも割れるの？そうです。今は本当に？おお、嘘でしょ。あ、2枚になってる。あ、2枚。これ怖いな。いきまーす。あ、本当だ、割れる。よし。おーい。おもろい、おもろい。これはレーザー、え、これで燃入れますね。で、うん、チャージされるんで、うん、蓋開けて弾入れる、うん、イコールチャージで、うん、打つとレーザーが出る。あ、出るんだ。で、全放出なんでもう一度上げてチャージして打てという。ちょっといいですか。はい、いいです。クリアだけちょっと、ってか視野だけちょっと、あ、綺麗いいね。そして当たるとこうやって光ってここをつける。バイスなんで、ね、なんで、へえ、当たればいいんだこれ。そうだ、10メーター先、ね、大阪から5メーター開けてますけど。え、これ打てるの？これ打てるよ。今打ってみ。え、ん、はい、打てるってかあれだよ。あ、上に2カチでやってます。で、打ち方一緒です。狙い方わかる。3つ揃えて、そうで、黒を見た。そうです。ダットでしか打ってないマッチ。今のでマッチ。すごいこれ。すごいね。で、これが本来のオリンピックの的と必要なんですけど、うんうん、あまりにも光るすぎて面白くないので、あ、おもちゃを買って。なるほどね。大阪ではこれも使いながら。あ、で倒れるの？これそうです、レーザーで倒れるんです。やっぱ倒れないとね。そうなんです。アクションがないと。ちょっといい、はい、やってみて。おお、本当だ。っていう形、はい。なるほど。この草をこの黒煙まで合わせて作ってるので、今日と一緒って形でさせてもらってる感じですね。なるほど。おお、いいですね。どうも、本当遊ばせてもらってありがとうございます。いや、ありがとうございます。じゃあちょっとお店の説明をざっと。
まあ一応シャサラワリン、シャキビビン割り、それさ3点の遊戯されるか、はい、あとは APS とかプレート競技の練習、鉄板競技の練習もできるようになってるんで、まあ大阪にフラッと遊びに来たことがあれば、はい、あのたまに謎切りで遊びに来てください。最近スピードシューティングもね、やってるとこね。最近ちらっとだけですけど。またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ベビーカステラ。こっちはです。私は生クリーム。よいしょ。こっちなんか食べれるかな。美味しいね。普通に美味しい。ただいま奈良県北条というところです。どうですかこの山に囲まれた感じは取れてるでしょうか。時間は5時45分。戸塚川村だよこれ。有名な。到着予定ボタン、到着予定時間は5時56分、5時43分か。あと10分ぐらいで着きますね。今奈良だと思うんだけど、ここは、これから和歌山に入るのかな。バトルランドワンさん、バトルランドワンさんというね、サバイバルゲームフィールドに明日行きますんで、今日はその近くの橋本というところで泊まります。なんとも味わい深い風景ですよ。順調に来てますね、非常にね。明日どんなフィールドなんだか楽しみです。はい、今週も今日もまた乾杯。うまいね。じゃあ影だけ映ってますよ。はい、明日ね、どうなんだろうね、天候は。プリンセス天候。晴れるといいね。晴れるといいね。じゃあ、おまじない。お天気占いしよう。やってみて。いくよ、はい、明日天気になる。プリンセスでした。どうなんだろうな、すいませんかな。曇りのち曇り。クラウディーハートってことだ。そういうことだ。クラウディーハートってどういう音だっけ。あれだよ。ドゥ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 さようならはってやつだろ。でで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 。あー、ということでね、今ここはどこですか。ええ、和歌山県。はい、一応和歌山県ですね。はい、一応、はい、そうですね、和歌山県です。ええ、和歌山県にはやっぱあれでしょうね、和歌山県さんって人いるんでしょうね。2軒目どこ行く。走行してください。はい、おはようございます。さあ、いよいよ当日ですね。昨日は約1名飲みすぎてしまったということで死んでますが、さあ、これから元気に向かいたいと思います。バトルラウンドワンさんですね。右に曲がります。右方向です。ひたすら3キロ先ですね。
ましたよ。着きました。ここですね、これ。もう来てらっしゃいますね、これ。車が。おお。はい、着きました。めっちゃいい天気でーす。さあ、これから何か始まるみたいですね。驚いたというか、嬉しいというか、バトルランドワンさんは、なんと、ここの店長さんは昔、ハイドアスさんでバイトやってたらしいです。よかったことなかったらしいんですけど、いやー、ハイドアスさんという名前が出てくるのはちょっと嬉しいですね。さあ、そろそろ始まるんじゃないですか。今日なんだかんだで50人ぐらい集まったらしいですね。よかったですね。はい。ご挨拶。てるよ。もう始まってるんですね。うっすらと続々戻ってくる方が、はい、ここでゲームが行われているようです。復活戦らしいですよ、これ。おのどかですね。じゃんけん大会が始まってます。商品の争奪戦が。おお。何がいただけるそうです。おお。重たいのです。おお。おお。はい、今日ね、遠方の方から数多くの出店者様、ありがとうございました。また次回どこかでイベント開催できる際はまたお願いいたします。あと、本日ね、フィールドの方開けてくださいましたスタッフの皆様ありがとうございました。皆さん多分暑い中に遠いところに帰られる方もいらっしゃると思いますので、帰り、気をつけて帰ってください。じゃあ、ビュークスさんからお願いします。はい、お疲れ様でした。言うことを全部言われてしまったので、言うことがもう何もありません。そこで帰るだけは気をつけて帰ってください。今日は一日ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。
どうぞどうぞ。いいんじゃない。ということで、いろいろね、告知が始まっております。終わりました、サバイバルゲーム、ゲームはやってませんが、今ちょっとゲームフィールドの感じをこれ、この道だけで感じ取ってもらおうかなと思ってます。すごいね、若干タイヤが心配になってくるな、これ。こんな感じですね。ちょうどこれから赤羽まで気をつけて帰ります。はい、いや朝になってしまいました。帰宅に帰宅しました。いや疲れましたね。さあということでね、今回は弥生サバゲーに行ってまいりました。ね、バトル&ワンさん、BX さんね、弥生ちゃん、クリオンさん、その他皆さんどうもお世話になりました。バトル&ワンさんのね、店長さんがハイダースさんで働いてたことあるっていうのを聞いて、ちょっとなんかね嬉しかったですね。久しぶりに名前来て聞いて。はい、ということで、若干脳が働いてない感じしますけど、まあ弥生サバゲー今回で最後だということになっておりますが、果たしてどうなるんでしょうか。いや焼けましたよ、見て、やけどだよね、もう。いやとりあえずね、天気が良くて良かったです。この辺で終わりましょう。取れてんのかなこれ取りだか出来上がりが楽しみですね。
てこの辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。